こんにちは、シェラです。あっちい、なんでこんな暑いかね。だって例年だったらさ、今日七夕だよ、7月7日、に撮ってるんですけど、まだ梅雨じゃん、雨降るじゃん、なんだこれ、もう寝られないもんね。で、私特に夏バテをするから、暑くなったらご飯食べれないの、本当に困る。もうこれから多分2ヶ月以上だよね。もうやだ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 で、そんな中でですね、皆さん気をつけないのは、ね、気をつけないといけないのは熱中症ですよ。本当に皆さん気をつけて、私ね、人一倍気をつけてるんですよ。なんでかっていうと、毎年毎年症状が出るんで。ご存知ですか、熱中症ってね、一回なるとなりやすいんですよ。最初になったのはもう10年ぐらい前かな。バーテンダーのバイトやってて、そうなんです、私バーテンダーのバイトやってたんですかっちょよくないこれはしないけどね、シェイクはしないけど、ステアっていうやつだけね。100人のパーティーがあって、ずっとドリンク作り続けてたんです、果てしなくて3時間ぐらいのパーティーだったのかな。もうね、なんか最後の片付け、もうお客さんがはけて最後の片付けってなってる時にクラクラして吐き気がしだして、やばいって思って、多分それが一番初めです。それから毎年なんかあれって思う症状が出てきて、あ、熱中症なりかけや、なりかけで終わってるんです。そこで気づけるからまだいいんですよ。スポーツドリンクをね、ちょっとずつちょっとずつこう飲んだりとか、塩飴食べたりとかするんですけど、今年はね、先週やったかな、最近私夜眠れないことが多くって、夜中絶対に目が覚めるんですよ。昨日なんかね、11時半ぐらいに目が覚めて、もう一回寝て、パッて目が覚めたらまだ1時で、でもう一回寝て、次3時半に目が覚めて、ねえ、だからそこから2時間とかまた寝れなくて、だからちゃんと寝れてないんですよね。で朝とかちょっとまた寝るとかっていうことも多いし、そうすると朝ごはんも食べないし、昼ごはんもほぼ食べないっていうことが続いてたんです。そうしたらね、その日の夕方ちょっと晩ごはん買いにスーパー行こうと思って、車運転して買い物して帰るときに、もちろん車の中は冷房を効かせてるんだけど、汗がねずっともう垂れるぐらいじわ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 かいてて、ずっとこうしながら運転してて、なんじゃこれなんじゃこれって思って、あ、熱中症だって思ったんです。もう即塩飴舐めて水分取って、まあそこから重症化することなく終わりましたけどね。で、皆さんの気をつけてくださいね。スポーツドリンク熱中症にいいじゃないですか、塩飴熱中症にいいじゃないですか。でもこの2つを一緒に取ったらダメなんですよ。
両方とも塩分が入ってるから血圧がガンって上がるんですって。だからスポーツドリンクだったらスポーツドリンクだけ、塩飴を舐めるんだったら水とか麦茶とかで水分を取らないといけないと。そこはね結構知らない人多いみたいなんで気をつけてください。私もう10年選手なんで、だから親とかねその庭仕事とかしたりするから、もう気をつけようえって言って、私もう塩飴常駐してるんでね、それをこう何個かこう分けたりするんですけど、だから今は私朝ごはんは常に食べない人なんだけど塩分は取るようにしてます。もうそれぐらいしないとね、昨今の暑さは尋常じゃないから。だって私の子供の頃なんか今日28度だってよ、暑いって言ってたぐらいですからね。なんで余裕で10度超えちゃってんの、それを。人間聞いてません地球のそんな変化対応なんか人間聞いてませんからねえ、もう少し過ごしやすい季節がいいよね。また水害とかさあるかもしれんとか言って思ったら怖いしね。です。まあその自分がねもっとご飯食べれるようになったらいいんだろうけど、こんな暑くて食欲なんか湧かないもん、無理。一時期ねトマトとキュウリとそうめんしか食べれない時期もありましたね。だからそうめんは普通のつゆじゃなくて豆乳とかごまドレッシングとかごまのすりおろしとかラー油とか入れて担々麺風にして食べてました。少しでもカロリーと脂質とタンパク質と炭水化物が取れるっていう、うん、栄養士の資格持ってるっぽいでしょねえ、持ってるんだったら食べろって話なんだけどさ、無理だもん、こんな暑い無理だわまあもう少しね、もう何ヶ月か毎日毎日暑い季節続きますけれども、ご自愛してくださいね。一番気をつけないといけない自分なんだけどはい、気をつけます。まあまたね、まあ起きないようにしようとは思ってるけど、まあまた何かあったらちょっと皆さんに注意喚起でご報告できればと思ってます。気をつけて。ではね。